顔ものすごく気にしているよね。わあ、一番大事なところで。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。じゃあ今回もこの島に住みたいという方が来てくださったので、QR コードを読み取っていきたいと思います。ほい、じゃあ QR コードを読み取る。のんかさん、ノリ系、第一印象気さく。特徴、直感&勢い重視、大雑把、楽観的、熱しやすく冷めやすい。ワイワイ型、何でも楽しみたいタイプ。知らない人ともすぐに仲良くなる。大変なことでも楽しみに変えられる人。お、喧嘩が少なそうだな。多分。ほい、オッケー。ほい、それじゃあマンション行ってみよう。お、今さ、ハートマークで撮ったよね。ほらほら、二人も出とる。クラくん、入るよ。ウッキウキやね。もやっとるけどめっちゃ。ちょっとだけ、そっとしておいてください。ほらほら、話して話して。実は、ナッチ、リンも、ナギも好きなんです。ナッチに告白すれば、いいでしょうか？とりあえずさ、サキちゃんは、セツナさんと付き合いよりやんか。リンちゃん誰かと付き合ってなかったっけ？とりあえずリンちゃん、とりあえずでいいんかな。じゃあ、ロマンチックで、ロマンチックで、今回は、屋上かな？その前に、着替えた方がいいですかね？着替え、ちょっと待って、何があったっけ？学生服、編み込みニットジーンズ、グループ衣装スマート、忍者。なんか結構あるな。学生服でいいかな？うん。まあ、これでいいだろう、学生服で。やっぱり、このままでいいですか？うん、これでいいよ。わかりました。では、勇気も出して告白してきます。いってらっしゃい。りんちゃん、誰とも付き合ってなかったかな？さあ、ドキドキやね。さあ、運命に導かれましょう。いいね、いいね。どうなの、りんちゃん。ごめんなさい。あら。ちょっと、だいぶ間があったね。考えてくれたんかな、一応。クラくん、そんなこともあるよ、大丈夫よ。残念な結果に終わりました。落ち込まないで。お？おー、燃えている。もう一度告白しないです。そうかそうか。気が済むなら。頑張れ、クラくん。あれだね。二人を同時に付き合った割には、諦めきれないんだ。みんな、あなたと付き合う気がないみたいですよ。おー、伝言。クラくん。あらー、すごく残念な結果に、ね。すごく残念な結果に終わってしまったね。そうか。まあ本人が来てくれんかったらちょっとね、さすがにめげるよね。まあほら、美味しいものでも食べてよ。ティラミスとかさ、はい。どうぞどうぞ。ああ、美味しくなかった。ごめんね。嫌がらせをするつもりはなかったんだよ、クラくん。ほい、ということで、今回新しく来てくれたのんかさん、入るよ。なんか最近この部屋の率高いね。のんかです。誰とでも、すぐ仲良くできる女です。それは助かる。それでこのマンションの喧嘩を減らしてください。この島は、どんな島に見えているのか心配です。来て早々心配をしてくれている。優しいね。
じゃあちょっととりあえずお腹空いてるだろうから、納豆でご飯でも食べる？日本人らしく。ね、納豆たまには美味しいよね、食べるの。結構美味しかったようです。よかったよかった。せっかくだから遊びませんか？おー、いいねいいね、遊ぼう遊ぼう。トントン相撲、フィギュアを使って相撲をしましょう。相手のフィギュアを倒すか土俵の外に出すと勝ちです。オッケー。はっきょい。はっきょい。残った。なるほどね。来てすぐにこうやって、トントン相撲で仲を深めるわけだ。私が勝ってしまったけど。おめでとうございます。ありがとう。それじゃあ一番小さいやつで。お、新しいお宝ヨーヨーをもらいました。ありがとう。ほい、それじゃあみゆきちゃん入ろうか。入るよ。一緒に遊びませんか？遊ぼう遊ぼう。共通点クイズ、二人のみーの共通点が合っているかどうか当てましょう。全問正解できるかな。スタート。共通点クイズ第1問。第1問ててん。血液型である。血液型。多分ね、A 型率が高いと思うから、はいにかけよう。はい、おー、よかったよかった。しかもちゃんと A 型だ。共通点クイズ、第2問。ててん。アイマルとアユナが夫婦である。え、わかんない。多分今日、訪ねてないから、空腹なんじゃないかな。勝手に何か食べたかもしれないけど、おー、空腹。最終問題。定点。性格どうだろう。違うんじゃないかな。なんとなく雰囲気的に。おお、一緒だったよ。マジか。ケン君ってドライ系テキパキ型だったの？全然そんな感じせんかったんやけど。残念でしたね。ねえ、最後の最後で残念やった。ティッシュありがとう。ほい、それじゃあ今回はこの辺で終わりたいと思います。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。じゃあ今回もこの島に住みたいという方が来てくださったので、 QR コードを読み取っていきたいと思います。じゃあ QR コードを読み取る。アスちゃん、ノリ系、第一印象気さく、特徴、直感&勢い重視、大雑把、楽観的、熱しやすく冷めやすい、ワイワイ型、何でも楽しみたいタイプ、知らない人ともすぐに仲良くなる、大変なことでも楽しみに変えられる人。なんか私の中で赤縁メガネとかをつける人はおしゃれっていうイメージがあるんよね。ほい、オッケー。ほい、それじゃあマンション見てこう。お、ハートマークが。びっくりした。一体何を被っとんかと思ったよ、一瞬。ほい、それじゃあ、おー、ココアちゃん、入るよ。誰だ、誰だ、相手は誰だ？眠れないもので。眠れないのか、考えすぎて。どうやら、マサオがココアのことも好きみたいなんです。お、マジで？あれ、マサオさん。マサオさんって付き合ってる人おらんかったっけ？あれ、おらんかったっけ？いたような気がしたんだけど、気のせいか。考えすぎだよ。考え、え、あれ？おらんかった？まさ、お、黒影さん。お話聞くよ。もちろん聞くよ。え、もしや？展開早いよ。ほうほう。ゆかり風のポーズしたいのですが、どう思いますか？それはそれは、応援します。どこでプロポーズするのがいいでしょうか？ね。じゃあ、花火大会で。その前に、着替えた方がいいですかね？そうやね。着替えよう。着替えで、とりあえず仮面外して、で、普通の服装にした方がいい、じゃないかなと思うんやけど、これかな。うん。よし、これで。ところで、プロポーズをするタイミングに自信がありません。それは私に任せてくれ。私のことも考えているときに、未だ、
とファイルを送ってくれますか？頑張るよ。わかった。それではプロポーズに行ってきます。行ってらっしゃい。いや、黒影さん行動が早い。頑張るね、私。さあ、考えるんだ、ゆかちゃん。なにそれ、なにそれ。蚊よけのスプレーかなんかかな。もしかしてその辺蚊がいっぱい飛び寄るとか、ほら、めっちゃ考えよる。あ、ごめんね、ちょっと一歩遅かったです。綺麗だね。やべえ、やべえ。私の注意力が散漫に。綺麗だね。よし。そうね。いいぞ、いいぞ。いや、そこは違うやろ。そこはゆかちゃんが綺麗だねって言って、黒影さんは、いや、君の方が綺麗だよって言うべきよ。ああ、押し寄った。あぶねえ。人の顔と見たらもう押すところだったよ。おい。おい、ゆかちゃん。黒影さんのことあんまり考えないな。考えてよ。彼氏でしょう。ほ。君の方が綺麗だよ。お、そっか。そのタイミングか。遅くね。ありがとう。何がって感じにならん。よし。次でラストやろ。あ、ラストじゃないっけ。あ、実は大切な話があるんだ。おっしゃい。この次が最後か。ああ、もう鼓動が。早く言えやーってならん。てか大事な話があるんだって言われても、そんなに黒影さんのことを考えないっていう。顔ものすごく気にしているよね。わー。一番大事なところで。よろしくない。なんでもなくないよ、頑張って、黒影さん。マジっすか。綺麗だね。最後の最後。ただいっぱいいるから帰ろうか。あ、やっぱりすげえ気にしてた。そうだね。いや、ゆかちゃん。ゆかちゃん。大事な話って何だったのって聞いてあげてよ。普通聞くでしょう。ちゃんとプロポーズできるように頑張ります。私も頑張るよ。ごめんね、早めに決断してくれたのに。お、サクチンが呼んでる。入るよ。どうした、どうした、遊ぶ？遊ぼう、遊ぼう。食べ物お宝モザイククイズ。モザイクがかかっているアイテムは何なのか、3つの選択肢から当てましょう。全問正解できるかな？スタート。モザイククイズ、第1問。ででん。これは何でしょう？何それ。ヘチマスポンジだ。多分穴が開いてる、それ。手前。ほら。モザイククイズ、第2問。第2問。ででん。これは何でしょう？ゲームボーイ。わかるよ。色合いでわかるよ。ゲームボーイでした。イェーイ。モザイククイズ、最終問題。最終問題。ででん。これは何でしょう？何それ、アヒルのおもちゃだ。アヒル隊長だ、アヒル隊長。アヒルのおもちゃでした。イエーイ。楽勝だね。おめでとうございます。ありがとう。一つだけあげます。それか選んでください。じゃあね、中くらいの。お、新しい草、いらねえ。臭い靴下いらねえ。ほい、それじゃあ、今回はこの辺で終わりたいと思います。ということで、今回もやっていきたいと思います。それじゃあ今回もこの島に住みたいという方が来てくださったので、 QR コードを読み取っていきたいと思います。ほい、じゃあ QR コードを読み取る。ワームさん、和み系、第一印象穏やか、特徴マイペース、ナイーブ&デリケート、素直、気配り上手、みんなに優しい、本若型、人に気を使うタイプ、みんなで仲良くすることが第一、人を疑わないので騙されないように、みんなで仲良くすることが第一ね。ほんとよ。ほい、オッケー。ほい、それじゃあマンション見てこう。ほい、それじゃあ今回新しく入った
ワームさん、入るよ。なんか見たことない部屋かな。あ、ほらほらほら。まあ、このマンションの中では多分人に気を使いすぎるぐらいの方がいいと思う。てかちょっと声にびっくりしたよ。頑張ってる旅人を見るとこっちまで頑張ろうっていう気になるね。勇気づけられるね。ほい、それじゃあお腹すいたやろうけん。じゃがバタ。芋はお腹に溜まるからね。なんかあれやね、全体的にゆっくりゆっくりな人なんやね。まあまあ美味しかったようです。よかったよかった。おお、せつなさんとあきちゃんが。入るよ。大丈夫かい？めっちゃいろんなもの。多分大事そうであろう指輪とかも投げよるけど。俺だって腹も立てますよ。そんなにいないですか？いや、なんか最近せつなさんよく怒ってるところ見るから。しかもお腹いっぱいじゃねえか。まあまあまあ、落ち着いて落ち着いて。仲直りしてよ。お腹がいっぱいということは、美味しいものでもっていうわけにもいかんやろうけん。じゃあ今回は、久々のオルゴールで。ちょっと聞いてみてもいいですか？どうぞどうぞ。あれは何屋さん？なんか太陽とかいろいろある。ランキングのやつかな？穏やかな気持ちになりますね。ね、落ち着いた？これで。気分が落ち着きました。仲直りしてこようと思います。いってらっしゃい。あきちゃんもプンプンしとるよ。なんかさ、この部屋の中にある、あの、ハムスターの、ちっちゃい小屋みたいなやつは活用しよるんかな、あきちゃん。この間はごめんなさい。あきちゃん許してあげて。ね、この部屋にあるいろんな小物が気になるよね。ごめんなさい。おー、よかったよかった。あっという間に仲直り。うまくいきました。ありがとうございます。仲直りできました。いえいえ、よかったよ。お礼にこれをあげます。ん？なになに？実用品、扇風機をもらいました。ありがとう。ほい、それじゃあ、アイちゃん入るよ。めっちゃ呼びよった。一緒に遊びませんか？遊ぼう、遊ぼう。ミーシルエットクイズ。シルエットに表示されたミーは誰なのか？ 3 つの選択肢から当てましょう。全問正解できるかな？スタート。シルエットクイズ、第1問。第1問。このシルエットは誰でしょう？うん？誰？誰なの？シュリカちゃん。あ、なるほど。なるほどね。そのシルエットか、髪型だと思ったよ。残念でしたね。また遊んでください。カエルだよ、カエル。お宝、トイレットペーパーをもらいました。ありがとう。そして、ミーニュース見てこう。お願いします。空から落ちてきたのは、おー、糸目ちゃん、神様やったんや。糸目様、大丈夫なのか？神様は大丈夫なのか？何がせっかくなのかよくわからないけど、神様らしい発言って逆にどんなんやろうね。どこの部分をどう聞いてほっとした？まあ神様がね、人間界に住んでくださるというのは感動かな。しかもほら、あゆな島のマンションに住んでくれとるよ。糸目ちゃん、糸目様、素晴らしいね。ほい、それじゃあ朝一食べ物買っとこうか。おー、いいね、牛丼。朝から牛丼。おー、挨拶しよる。めっちゃ死活されとるけど。いら
買うよ。じゃあ10個ぐらいちょうだい。買ってあげてよ。牛丼はね、おろし牛丼がいいよ、おろし牛丼。それじゃあ今回はこの辺で終わりたいと思います。はい、ということで今回もやっていきたいと思います。じゃあ今回もこの島に住みたいという方が来てくださったので読み取っていきたいと思います。はい、QR コードを読み取る。ほのかちゃん、和み系、第一印象穏やか、特徴マイペース、ナイーブ&デリケート、素直、気配り上手、みんなに優しい、まったり型、のんびりのびのびタイプ、急がず自分のペースで生きる、でも心配事も多かったりする。もう本当に和み系多くなってきたな。いい傾向、いい傾向。ほい、オッケー。ほい、それじゃあマンション見てこう。お、なんだ、体重測ってるの。ほい、あー、みゆちゃん怒りよる。ってことはネムちゃんと喧嘩したんかな。ほい、みゆちゃん入るよ。怒らないで落ち着いて。ぬわー、落ち着いてよ、仲直りして。んー、なんか食べとるよね。なんか食べとるっぽいけどまだ入るだろう。ということでソフトクリームでも。どうぞどうぞ。どうよ、まあまあか、まあまあか、微妙だな。ということはネムちゃん、ネムちゃんの方を落ち着かせよう。もう、落ち着いて、落ち着いて仲直りして。ほいほい。あ、ネムちゃんはまだ全然何も食べていないっぽい。じゃあ、アップルパイでも。ほい。どうぞ。さあ、どうだ。すごく美味しい？おー、すごく美味しかった。よかったよかった。ほい、行ってらっしゃい。てかほら、みゆちゃんさ、こういう植物だらけの部屋に住んどるわけやん。心を落ち着かせるための部屋じゃないのか。なんかすごいゆっくりゆっくりやね、歩き方。この間はごめんなさい。さあ。こちらこそごめんなさい。おー、よかったよかった。うまくいきました。ありがとうございます。仲直りできました。いえいえ。あ、しかも好物1位になっとるやん、アップルパイ。よかった。これにこれもあげます。ん？なになに？実用品モビールをもらいました。ありがとう。はい、じゃあ、今回新しく入ってくれたほのかちゃん、入るよ。1106号室やって、もうだいぶ増えたね。ほのかです。いろんな意味でマイペースな女です。いろんな意味でマイペース。お、これは、OL スタイルやね、部屋。夜更かしは体に悪いですよ。そうそうそう。みんなね、今日はオールナイトみたいなことを言うけど、ちゃんと寝ないと。ほい、それじゃあお腹空いとるやろうけん。韓国冷麺。これ結構数あるけんね。みんなどんどん食べて。結構美味しかったようです。よかったよかった。ミーニュースを。感じになりました。ミーニュースをお伝えします。ほいほい。アルナライユーヌ教室。イルカと泳ごう。イルカを知ってもらおうと、イルカと泳げるイベントも開催しています。いいねいいね。やってみたい。このイベントは今年も大人気で、1ヶ月先まで予約が埋まっているそうです。ん、これはどういう状態？あれは岩？体じゃないよね。いいよね、イルカと一緒にダイビング。そんなわけあるんだよ。
私もイルカと一緒に泳いだこととかないけんやってみたいんやけど。てかこんな夜中にさ、みんないろんなとこにいすぎじゃない？どうしたの？なんか昼間より活発に動いてない？公園。寝てる。寝てるよ。ねえ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 。寝てるけど、家に帰って寝ないと危ないよ。3時ですよ、お嬢さん。遊園地は？ん？誰かと一緒に来たんかな、アキちゃん。誰とも一緒に来ていない。馬を眺めているのね。馬を眺めているのね。浜辺は？お、ゆかちゃん。ゆかちゃんがどんどん遠ざかっていく。あ、なんかすごいいっぱい人手とか貝殻とか落ちとるね。あんだけ落ちとったらなんか拾うの楽しそう。星も超綺麗やし。こういうとこに寝転がって空見たらいいやろうね。砂だらけになるけどね。お、一気にみんな帰ってった。それじゃあ今回はこの辺で終わりたいと思います。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。じゃあ今回もこの島に住みたいという方が来てくださったので、QR コードを読み取っていきたいと思います。じゃあ QR コードを読み取る。D さん、ノリ系、第一印象気さく。特徴、直感&勢い重視、大雑把。楽観的、熱しやすく冷めやすい。ガンガン型、元気の塊タイプ。思いつきで何でもやる。何かやりだしたら誰にも止められない。すごいな、誰にも止められない。熱いね。ほい、オッケー。ほい、それじゃあマンション行ってみよう。とりあえず。じゃあ、小夢さん。入るよ。どうしたどうした、誰かとお友達になりたいの？興奮中です。興奮中。めちゃくちゃ落ち着いて見えたけど。あやかに友達になってほしいと言われたのですが。うんうん。いいんじゃない？では、ちょっと話をしてきます。いってらっしゃい。そうか、女の子に友達になってほしいって言われて興奮してたのか。めっちゃウキウキしよるし、あやかちゃん。さあ、どうだ。仲良くなれるかな。とりあえず一応ニコニコ。おお、よかったよかった。うまくいきました。違いそうだったので友達になりました。それはよかった。これからも仲良くしてよ。お、レベルアップということで、道具、何がいいかな。バット、ほい、道具、バットをプレゼントしました。きっと屋上で素振りでもするんだろう。お、なになに。実用品、お風呂セットをもらいました。ありがとう。アシちゃん入るよ。めっちゃ眠そうやね。ごめん、あくびの途中で入った。オールナイト、そんな眠そうなのに寝ていいんだよ。おー、くしゃみ。よし、手伝うよ。くしゃみ、羽で鼻のあたりをこすってくしゃみを出してあげましょう。今のところあのアドバイスをもらってから失敗はしてないはず。へ、こいこい、こい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 。お、これはちょっと危険かもしれない。収まりましたって言われそう、久々に。おっしゃ、来た。すっきりしよかったよかった。晴れやかな笑顔でよかった。ありがとうございました。いえいえ。お礼にこれをあげます。ん、なになに。実用品、風邪薬をもらいました。ありがとう。そっちの世界でもみんな仲良く暮らしてますよね。きっとそれぞれ仲良く暮らしてるはずよ。一緒にはおらんけれど。ほい、それじゃあトウモロコシで戻すか。いただきます。結構いろんなもの少なくなってきたね、食べ物。
人美味しい？結構美味しかったようです。よかったよかった。ほい、それじゃあ、吉原くん、入るよ。みんな部屋の中でなんかきっちりした感じのレスは撮ったりするよね。お久しぶりです。変顔の練習したので見てくれますか？ほいほい。みんな変顔の練習とかするんやね。鏡の前でとかかな。あ？いかがですか？このパターンって今まであったっけ？楽しんでもらえて何よりです。え、なんか初めて見た気がする。そんな縦に顔のパーツが離れていくの。ほい、それじゃあ道具で何がいいかなー。ノートパソコンで。ほい。道具、ノートパソコンをプレゼントしました。お、なになに？実用品、一応役をもらいました。ありがとう。みんな薬あり余りすぎやろ。いいないいな。私、運全然ないけんさ、分けていただきたいんだけど。なんか一回いいことあったらさ、一気に使い果たした感が。はい。ポテト最後の一個だ。どうぞ。どう？美味しい？結構美味しかったようです。よかったよかった。せっかくだから遊びませんか？おう、遊ぼう遊ぼう。どうした？みんな結構遊びたかったんか。超アップクイズ。一部分が超アップで表示されたアイテムは何なのか。三つの選択肢から当てましょう。全問正解できるかな？ほい、スタート。超アップクイズ、第一問。第一問、定点。これは何でしょう？え？チーズ。答えは？色的に。卵の寿司とかじゃないよね。ほい、次。超アップクイズ、第二問。第二問、定点。これは何でしょう？ん？ファミコン。答えはファミコンでした。最近なんかファミコン柄の DS とかいろいろ出よるよね。最終問題。最終問題、定点。おー、全くわからないけれど、スーパースコープ。スーパースコープって何？あー、そういうやつ。なるほど、なんかわからんけど正解した。とりあえず、消去法で他の二つは違うかな、みたいな。一つだけあげます。それが選んでください。じゃあ中くらいの。お宝バラをもらいました。ありがとう。ほい、それじゃあミーニュース見てこう。1時になりました。ミーニュースをお伝えします。ほい、お願いします。本日、ゆうきさんが誕生日を迎えました。おー、マジで。おめでとう。ほいほい。ハッピーバースデーツーユー。おー、いいねいいね。ハッピーバースデーツーユー。なんか両脇の二人がスーツなんだけど、固くね。ハッピーバースデーツーユー。おめでとう、ゆうきさん。おめでとう。ありがとう。ふー。ふー。マジの日に聞きました。今日のゆうきさんが輝いてる。だって誕生日だもの、主役だよ。感謝ですね。とりあえずみんな誕生日の時にはいいことを言うんだね。ヤノマルナをお伝えしました。ほいほい、ありがとう。ほい、それじゃあ今回はこの辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。